ミスユニバース1993は1993年5月21日にメキシコのメキシコシティのナショナルオーディトリアムで開催された大会の最後にプエルトリコのダヤナラトレスが優勝し前年のタイトル保持者であるナミビアのミッチェル・マクリーンからミスユニバースの栄冠を授けられた大会では79カ国の代表が競った日本からは 四季サチコが出場した。これは、リック・クラークが司会をした四度目で最後の大会であり、以前にミス・ユニバースで優勝したセシリア・ボロッコとアンヘラ・フィッサーがカラーコメンテーターを務めた。これはメキシコで開催された三度目の大会であり、1991年にルピッタ・ジョーンズがメキシコ初のミス・ユニバース優勝者になった2年後であった。最後のテレビ放送前の数週間、 参加者たちは公式行事と観光を兼ねて、カンペチ州、オアハカ州、サカテカス州、ケリタロ州、メキシコシティのソチミル国を訪れた。メキシコ代表のアンジェリーナ・ゴンザレスが、ナショナルコスチューム審査で10位以内に残れず、本戦の10人のセミファイナリストにも残れなかったため、大会は、監修のブーイングで混乱した。ブーイングは、特に、ミスユニバース機構本部がある国、 アメリカ代表のケニアムーアに向けられた。審査員が紹介される間、特にメキシコの審査員、ホセルイスクエバスとミスユニバース1991、優勝者ルピタ・ジョーンズが紹介された後に、監修のブーイングは高まった。監修は、その二人のせいで、ミスメキシコが入場できなかったと見た。その夜の最初の二つのイベント、水着審査とインタビュー審査の間ずっとブーイングは、続いた。 ナショナルオーディトリアムの監修は、ミッチェル・マクリーンと代表たちが、ゲット・ン n Your f を歌い踊るミュージカルナンバーの後、やっと落ち着いた。前回上のブーイングは闇、イブニングワウン審査、審査員の質問、最後の質問、体感式は大きな支障なく続けられた。ありがとうございます。